疲れ様です。今日はね、もう仕事終わりました。仕事終わりにちょい飲みして帰ろうかなと思っております。ここにね、バーガーチョップっていうお店があって、その1階にあるんですよね、これ月島もんじゃタコサブローさん、もうやってんのかな。場所は江戸川沿いでバーガーチョップさんがあって、その下ね、はい、すっかりおなじみ食いしん坊系ミドル女子コンビ、デミアンドミチコですね。初めて来た。あ、そう、そうなんだ。私来たことあるよ。あ、ほんと。うん、もんじゃ、うん、すごい美味しそうで、米粉もんじゃとかね、ほら、ミルクもんじゃとか、カルボナーラもんじゃとか、全部頼もうで、ね、全部頼もうって、うん、あれはでも抜いてもらうよ、決まった、はい、カルボナーラもんじゃ、カルボナーラもんじゃ、たこ焼きもできるんですか。食べたい、食べたい、焼いて、焼いて、1人前15個だって、焼いて、焼いて、これ1枚ですね、自分で焼いてるんです。あ、でも、そうだね、ちっちゃい1個できるようになる。やった、やった、まあ、難しい時はお手伝いをするっていう形で。あ、そうなんですか。はい、タコサブローさん、長野県内では珍しい自分で焼くスタイルのもんじゃとたこ焼きのお店ですね。松本で本格的なもんじゃってなかなか食べられませんよね。美味しそうなメニューがたくさんありました。今回は聞いただけで美味しそうなカルボナーラもんじゃと安定の明太もちチーズ、それからたこ焼きをチョイス。まずこれだけ、最近セーフでやっちゃってるんですけど、これだけ作ります。え、これなんかやり方あります？なんか一応コンセプトで、どんな気なんですか、楽しく、あー、いいね、ワイワイやってもらいたいっていうのはコンセプトで作ったっていうことをやっていきたいなと思います。嬉しい。ちょっとうるさすぎますけど大丈夫ですか。いや、全然大丈夫。大丈夫だって、大丈夫って言ってくれたんだから。よかった。こんなにうるさい連中でも温かく迎えてくれるのがタコサブローさんのいいところ。やっぱりね、お店はまあ料理や空間も大事なんですけど、お店の人の雰囲気が一番大事ですよ。いい匂いする。あ、すごいいい匂いする。たまんない。やっぱ上手だね。ちなみにこちらのもんじゃは小麦粉ではなくて米粉を使用した生地が特徴なんです。小麦粉アレルギーの人もいますからね、これは嬉しいんじゃないでしょうか。東京出身のみちこさん、もんじゃはお手の物と言いつつ、見慣れないカルボナーラもんじゃなど、これはできないからって丸投げ。優しい店主さんが上手に作ってくれました。チーズに卵、マヨネーズ、すごい、すごい、映える、映える。で、遊んでたんですね。遊んではないですか。いいね。ヤクチさん、やんちゃ、やんちゃ、やんちゃ、カルボナチーズ、いい香り。これがさ、スパゲッティじゃないっていうところがすごいね。だってこれがもんじゃなんだよ。もんじゃだよ。ねえ、初めてなんだけど、これ月島どこにもあんのかな、今。これかどっかにもあるの。メニューはね、どこかにもあるかもしれないですけど、基本的に。こうやって、こうしてさ、こうやって、こうやって一緒に感じて。で、ヘラにくっつけてた。前、こう食べて、ほら、止めて。うん。こういうこと？うん、美味しい。そしてたこ焼き、これも自分で焼くことができます。関西なんかではよくありますけどね、松本でこういうのは珍しいですよね。関西風のたこ焼きなのかな、これは。たこ焼きも関東と関西で違いますよね。関西の方はね、こうやっぱお出汁がしっかり効いてる感じで、ふわふわとろとろって感じ、うん、なんだろうな、こう、卵焼きみたいな、明石焼きみたいな。で、そんなことやってる間にもんじゃの方はどん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 固まってきますから、こう端っこの方からね、焦げたところ、これが美味しい。こうやってヘラにへばりつけて食べる。おいしい、うん、おいしい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 。クルトン、うん、パン、うん、パン、おいしいね、うん、すごい濃厚、なんかさ、そこらのイタリアンより美味しいよね、うん、あ、この辺りはもうデミで大丈夫なんですか。うまいね、関西にいたもんね。そうだ、ね、あ、なんか味の素ってとか珍しくない。熱い、うん、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 熱い、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 うん、うん、
うんうん、中がとろとろ、タコちゃんと入ってるね。うんうんうん、いや、おいしいよね。焼き加減最高でしょ。ね、最高。うまお、うん、うまい。え、こんなこと言っちゃいけないんだよね。言ったらまた怒られる。すごい、明太子が一気に。あー、いい、いいね。店なので素晴らしい。はい、でいよいよ最後は明太もんじゃ焼きをみちこさんに焼いてもらいました。ということで、まだまだ寒い季節、鉄板囲んで楽しくじゅうじゅう盛り上がっちゃいましょう。ごちそうさまでした。タコサブローさんでもんじゃ焼きました。どうですか、感想は。すっごい美味しかった。もんじゃは飲み物です。焼きそば食べたかった。ほう、あー、いただきました。じゃあまだね、あのミドル女子たちは飲んでるみたいなんで、私はこれで帰ります。お疲れ様でした。はい、ということで月島もんじゃ焼きタコサブローさんでした。今回の動画の裏側トークわちゃわちゃしたやつはサブチャンネルで見てね。気が向いた人だけチャンネル登録もよろしくお願いします。